前回ですね、小林真奈選手はもう肘やられたんで、はい、今回やり返すと意気込んでます。でそれに対して、田島春選手はもう返り討ちに、肘で返り討ちにしていると。切り裂くって言ってますね。切り裂くって言ってましたね。このノックアウトのリングでも女子選手両選手の同意があった場合のみこの肘打ち有効、規律分は無制限というルールが採用されます。非常に危険なルールでこの女子選手2人が戦います。赤コーナーが小林真奈蔵、青コーナーが田島春です。ラウンド1第1ラウンド、どうから入っていきます。真奈蔵近く近く近く、近いところを田島が合わせていきます。ロードやろ、ちょっと近いところ行ってみよう。ちょっと近くなよ。田島選手ですね、距離取りながら前蹴りだったり、距離取りながらこう左右に回りながらスコアを使ってからなんですね。まあ、とにかくね、経験値はね圧倒的に真奈よりもありますからね。相手に何もさせないで勝つのが理想だと言っていました。まあ、ローキックですね。まあ、足の力には、まあ、キックの切れ味には自信があります、小林真奈蔵。さあ、そのままくみついていきます。さあ、ここはブレイクです。プレッシャーをかけて前に出てくるのは小林真奈蔵。しかしよく見ています。まる、まあでもね、両選手ともやっぱその肘というものを意識して控えると先生も言ってましたからね、どのタイミングで出てきますかね。そこローマで落ち着いていくのは真奈蔵ですが、田島春決して追い詰められてはいません。もう一回引くからな、相手もっと身長低いからな、といけるからいろんな技を出してますからね。タイミング良かったぞ。でも大地さん、なんかきっちりと戦ってる感じですね、両選手も。両選手ストレートいいですけど、他の攻撃はちょっと遠いかな。遠い、そうですね、はい。ローがちょっとまだもう一歩踏み込みたいなということは、満員に毎日踏み込まれてない。そうですね、はい、もうストレートが入ってるんで、多分距離は分かってると思うんですけど。それはなんか気持ち的な問題なんでしょうかね。ですかね、打ち抜けるようで田島選手のこのジャブが生きて前に突っ込めないのかな。当てに行くジャブと、まあ、距離取りながら当てないで距離取りながら出すという使い分けがあるんですけど、はい、まあ、田島選手はそれをうまく使い分けてジャブをちゃんとちゃんと出しながら当てに行くときに踏み込んで打つ。そうそう、ジャブ出しておくと距離取りやすいので、はい、おでもやっぱ右いいですね。真奈蔵選手はあの踏み込みいいですね。ここぞというときの踏み込みです、うん。やっぱこの思い切りの良さというか、まあ、勘といいますか、はい、ラスト30秒、そこをやっぱきっちりと間合いを見切っている田島春にとってはちょっと怖い右ストレートです、はい。さあ、小林さん、ローを入れてきますが、田島のローはカットしていく、はい、田島選手を距離を取りながら田島選手に対して、はい、こう踏み込んでいくのでかなり度胸がつく、はい、田島選手も右カウンターの肘もありますので、はい、はい、そこを真奈蔵選手は踏み込んで、思いっきり踏み込んで入ってます。さあ、1ラウンドもう時間がありません。ここでゴング、第1ラウンド終了です。さあ、石井さんどう見ますか、この第1ラウンド。はい、まあ、ちょっとお互い近い距離を少し嫌って、特にですね、田島選手、はい、少し距離取りながらやってるんじゃないかなと思うんですけど、真奈蔵選手はですね、もうどんどんどん前に出て、はい、近い距離、どちらかというと真奈蔵選手はもう近い距離で好んでやってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、これからじゃないですかね。はい、ただいまの第1ラウンドどう見ましたか。とりあえず、まあ、お互いちょっと様子見つつ、ジャッジ1名が赤、小林選手、ジャッジ2名はイーブンとなっております。となると、第2ラウンドからまたちょっと違った展開になってくる。そうですね、まあ、ノックアウトにですけど、3分3ラウンドなんで、あと2ラウンドしかないんで、多分お互い出していかないと印象に残らないと思います。なるほど、あと2ラウンドしかない、セカンド、セカンド。いやー、安田さん、やっぱりね、はい、もうお互いドローは考えてないでしょうか、ね。そうですよね、もうどっちも勝ちたいって思ってるでしょうから、はい、ここからどんどんこういろんな技が出てくるかもしれないですね。さあ、第2ラウンドです。とにかく倒しに行くとお互い口を揃えて言っていました。倒さなければ意味がないと。さあ、前に出てプレッシャーをかけていく、ローも出していく小林真奈蔵ですが、きっちりとその田島が、どちらかというと先手を取っているのは真奈蔵選手ですね。
これどうなんですか、どういうのってのはこの展開が続くとやっぱ印象は良くなるんですか、マナゾー選手。そうですね、どんどん前に出て自分から手出すのがとても良いですか、うん、はい。でも当然田島選手もこれは分かってて私は対応してるんだよって思いで戦ったんですよね。まあ、ね、まあ、距離的にやりにくそうな意味がないので、ね、はい、でもやはりジャッジの印象ってのを考えるともうちょっと、ね、はい、こちらが田島選手もここで見るので少し自分から行った方がいいですね。まずローインボールしていきました田島選手。2ラウンド目に近くなってきました。近くなってきたということは小林真央選手が詰めてきた。そうですね、自分の距離が分かってきたのでさっきよりローも入ってきたので、肘の展開から膝を打ってから肘打ちまでつながりますね、はい、肘っていうのはこう距離が詰まったときに、そうですね、一回膝をですね、はい、刺してで相手に肘させてから肘をしっかり打っていくので上手ですね。その意識なんですね。そうですね、人間の意識、はい。さあコーナー戦にしていますがタジマル、さあもうなんかもう小林真奈選手はこう戦うんだって意識がなんか見えるファイトを見せてる気がするんですが、タジマル選手がどうこれを小林真奈選手を倒そうと思ってるのか。ああ、いいですね、いいつもりですね、パンチが出て相手が出てまいりました。田島選手もついコンビネーションを出したんですけど、ちょっと単発になるんですけど、ああいう飛び座が出るところになるとちょっと小林真奈蔵に余裕が出てきたか。真奈蔵選手も、まあ、打たれたら必ず攻撃返してるので、はい、印象的にはすごくいいですね。やっとこの脳が入るようになってきましたが、ここから膝と肘、ラスト30秒、膝と肘が出てきた、その前にブレイクになりました。さあ、これでボディからの、パンチも上にした、連打が上がった。さあ、下がってしまった、まっすぐ下がってしまった、始まる。田島選手は、手数を少し出したいですね。飛び込んでの縦肘、はい、小林真奈蔵、肘を出していく。ここで攻撃、ラウンド終了。次が最終ラウンドです。真奈蔵選手はもう自分の距離で後半戦ってましたね。はい、そうですね、はい、左の肘もフックも入ってましたね。そうですね、はい、いやー、さあやさん、もう本当に顔面に向けてパンチを繰り出し、肘を出すというね。いや、肘怖いんですよね、実際に石井さんに教わったんですけど距離感難しいですね。距離感は本当に難しいですね、肘は。ただ今のラウンド、ましてやジャッジ3名が赤、小林を支持してますでもね、両選手ともそれを上等と思ってこのキックボクサーとして戦ってますから。さあ、でも大地さん、この第3ラウンドどういう戦いが見たいですかね。そうですね、今小林選手にジャッジがついてたんで、3ラウンド田島選手行かないと負けてしまうので、どう行ってくれるのがラストラウンド楽しみですね。田島春もこのロードトゥーナックアウトから、そして本戦での真奈蔵とのリマッチを組んでくれることに関し、最高の試合をすることで恩返しがしたいと言ってました。さあ、小林真奈蔵が完全に真奈蔵選手を倒してきます。でも逆に考えてきたときに田島春もいいのが入ればね、チャンスが出てきますよね。そうですね、田島選手も出てきましたよ、はい、いやでもね、もう真奈蔵選手のローキックで田島選手の太ももが真っ赤です。脳と運動を使い上げてるんで、入るくらいですね、田島選手は。左の縦肘の使い方が多いです。さあ、右の田島選手、多彩な攻撃を繰り出していきます、小林真奈蔵。さあ、なんとか懐に入っていく田島春。さあ、この組相撲から、組み合いから膝、そして肘が出てくる。トカチウリカクブレイク。さあ、もうこの最終ラウンド、この試合しかありません。ロードトゥーノックアウトについて、このノックアウトボリューム5でも、この小林真奈蔵と田島春の試合はドローとなるのか、それとも決着がつくのか、KO か、判定か。右ストレート、やっぱこの右ストレートが効いている。非常に大きな武器となっています。真奈蔵選手は
のローからパンチつなげる、はい、その組み方ですね。パンチからまた肘まで持っていったりです、はい、いいと思います。全くそのガイチランドからやっぱマラソン選手のプランに揺るぎもないですね。そうですね、はい、己の技術積み重ねてきた練習全て信じ切っています。そうですね、こうやってくるとやっぱ田島選手辛いんですかね。そうですね、入ってくるタイミングでロー肘合わされてるんで、そうするとなかなか前に進んでないですね。でもこういう戦い想定できたと思うんですが、どうやっぱ思い通りにやっぱなんか田島選手動けないという感じでしょうか。落として落としてね。そうですね、この首相の展開は膝を返してくるので、はい、少し疲れが見えてきて、疲れてきている。サローキック、このローも効いている。踏み込んでの肘を見せますが当たりません。始まる。そして小林マナゾーンをしっかりと足を使ってリズムよく打撃を繰り出していきます。田島選手の前に行こうとすると前の選手 の左の縦肘が飛んでくるので、すごいですね。やっぱ小林マナゾーンコンビネーションできますね、はい、一発で止まりません。田島選手の首相が見えるように見えちゃいますね。いやもうマナゾ選手最後まで手を止めることなく、はい、はい、攻撃してました。いやー大地さんすごいなんかもう本当いろんなことをしましたね。そうですね。でもまあ小林選手は自分のスタイルを保1ラウンドから3ラウンド保ったなっていう感じありますね、いや安井田さんいかがでしたか。はい、いやもうなんかずっとこうずっと力の入る感じだったんですけど、やっぱあの前も前の前もそうなんですけど、はい、小林選手体力がすごいあると思うんですね。普通に3分3ラウンドやってても普通の女子だったらもう下手っちゃうと思うんですけど、はい、お待たせいたしました。採点の結果をお知らせいたします。いろいろ技を出していただけてなんか楽しかったです。ジャッジ大成り30対29、ジャッジ岡林30対28、ジャッジ小川30対27、以上3対0の採点をもちまして勝者赤コーナー小林マラゾーン決着がつきました。ロードトゥーノックアウトからノックアウト本戦で田島春対小林マラゾーンの第2ラウンドは小林マラゾーンの判定勝ち。いやー、さやさん、はい、この試合、まあ、ついに決着がつきましたね。そうですね、いや、女の切り合いもすごい、なかなか迫力あっていいですね。おお、いいですか。ちょっと怖いんですけど、女の戦いも、ね、でもなんかやっぱ見せてくれましたね。太もも赤く晴らし、顔面も赤く晴らしと、はい、そんな中で、まあ、ファイターとしてね、うん、男まさりですごいいい試合でした。でもしっかりとやっぱその女性アスリートとしてのしなやかさ、うん、美しさというものも見えてるのがね、選手、いいですよね。選手、いいですよね。